んにちは、ハッピー。あいにゃんこと鈴木愛理です。皆さん、最近発売されたこちらご存知ですか？その名もディズニーアンバサダーホテルホームパーティーセット。こちら知らない方のために簡単に説明すると、ディズニーアンバサダーホテルオリジナルのお持ち帰り専用メニューなんです。つまりディズニーのご飯をお家で食べられるわけです。そしてびっくりするな、お値段も4名様分入ってなんと2万円。やっぱり2万円だと気軽には購入できないと思いますので、私代表して買ってきちゃいました。皆さんも気になっていると思うので、今日はこちらを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらのメニュー、配送はやっていないということで、私先ほど取りに行ってきました。その時の様子をどうぞ。というわけで買ってきたのがこちらです。じゃあちょっと中身は見せませんが、出していきます。こちら5品あるんですけど、すぐに食べれるわけではなくて、湯煎で温めたり電子レンジで温めたりと、ちょっと調理が必要になります。というわけで1点1点今から作っていきたいと思います。1点目はこちらです。パンプキンクリームスープ。量としてはこのコップで2人前分ぐらいです。これがもう1個分あって4名様分ということですね。ちょっとスープのコップがなくてこれですみません。よく見ると実はスヌーピーなんです。なかったの、割れちゃったんだよね。スープの候補がもう1個はこっちしかなかったので、ちょっとすみませんなんですが、スヌーピーさんでいただきます。いただきます。これはかぼちゃの本来の甘み系ですね。うん、すごい甘いわけじゃないけど、すっごい濃厚。濃厚。量がこれぐらいだからやっぱりギュッて詰まってるね。パンプキンスープ大好きなんですけど、これめちゃくちゃ美味しいです。ちょっとね、別で添えられてたミッキーさんのクルトンいただきます。うん、食感カリカリしてていい感じ。これ1枚じゃ足りないな、なんかいっぱい入れたい。今回4人前で残り3つ入っているので、これは全部私が入れちゃいましょう。俺のは？あー、ごめんなさいね。ちょあげるよ。あげません。やっぱかなり濃厚だから、これだけ量があるとちょっとお腹いっぱいになっちゃうね。少なくてよかったかも。というわけで1品目、パンプキンクリームスープでした。次が気になるぞ。2品目はこちら、ペパロニとトマトのキッシュ。なんとこちらチーズでブルートのお顔が描かれてるんですよ。かわいい。やっぱこういうのがディズニーならではだよね。量はこれぐらいです。お店で頼んで4人で1ピースずつ食べるみたいな、そんな感じだね。うん、なんか一瞬ピザみたいな匂い。うん、このブルートちゃんをギッてやるらちょっともう辛いものがありますね。目つぶりにあげればいい。ああ、見てられない。目開けるよ。ああ、これはブルートちゃん、ごめんね。もうこう野菜いっぱい詰まってる感じするね。ちょっとね、見た感じだとわかんないので、アイニャンのお腹に中身は任せましょう。ではいただきます。ん、ピザみたいだ。やっぱりふわふわしてるわ。プルートのチーズがね、いい感じに効いてます。具だくさん。何入ってました？アイニャンのお腹が教えてくれました。マッシュルーム、ピーマン、トマト、玉ねぎ、卵という感じですかね。完全に見てたよね。あとベーコンも入ってますね。
あ、ベーコン。ペパロニは下に引かれてるな。引かれてる。ペパロニ引かれてる。肉は厚くないね。うん。で、このキッシュの周りのサクサクのやつはさ、固めじゃなくて柔らかめ。でもしっかりサクサクしてていい感じ。ちょっとお家では食べれない味。じゃあね、ちょっと私はこの量じゃ足りなかったので残りいただいてもいいですか？これはい、どうぞ。イエーイ。ごちそうさまでした。本当に食べてしまいましたね。というわけで2品目、ペパロニとトマトのキッシュでした。じゃあね、次は3点目4点目一気にいっちゃいましょう。はい、来ました、メイン料理。こちらが牛ほほ肉の赤ワイン煮込み、彩り野菜とポテトのピュレ添え。そしてこちらがミッキーブレッド。分厚いお肉が2個、美味しそうですね。ちなみに今見ていただいたのが1人前になっています。じゃあちょっとこれからいきましょう。あ、転げちゃったよ。ちなみにこの私も大丈夫ですね。なんだこれ。もう口の中に入れた瞬間トローンってとろけちゃって、お肉の味がニュワーって広がって、もう幸せ。赤ワインで煮込んでるということでね、大人の味ですわ。このソース自体はデミグラスなんですけど、大人の味、高級レストランの味だね。味は結構濃いめなので、このポテトのピュレが進みますね。ミッキーブレッド、サイズ感はちょっとちっちゃめかな。で、持った時からもうふわふわ。これ何もつけないで食べてみよう。なんか味が風格じゃないですね。もちもちでした。これだけでも美味しいけど、ここにつけても美味しいんでしょ。分かってんだよ君は。うん、ちょっとお野菜のこと忘れてました。お野菜はね、ミッキーちゃんの形になっててね、かわいいの。これがディズニーらしいです。ごちそうさまでした。もうね、高級レストランのコース料理をいただいてるような気持ちになっちゃいました。美味しかった。あっという間にメインが終わってしまいました。というわけで最後デザートいっちゃいましょう。それでは最後5点目、いちごのコンフィチュール入りマスカルポーネムース。というわけでね、見てわかる通りもうミッキーさんミッキーさんミッキーさんって感じのケーキになってます。サイズとしては私のやっぱ手のひらよりちょっと小さめかな。高さもまあそんなにあるわけではないですね。ちょっとね、細かなところを見ていくと、ここはミッキーさんのパンツになってるのよ。これを見るだけでもう可愛いなって思いますよね。で、さらにここチョコのドームがあるんですけど、よく見るとミッキーさんの形にかたどられてるんですよ。これはデザイナーズ物件ですよ。いるの？そうだよ。もうデザイナーさんが考えに考え抜いたケーキって感じなの。中にもちゃんとフルーツがあるんで、彩り踊り、あれ彩り踊り、あれ本当にこれもまた切るのが辛いんですけど、切っちゃいます。いい。あ、あーミッキーが、デザイナーズ物件の屋根が、すごい罪悪感でございます。中どうなってるのか気になるね。一番下がチョコっぽいスポンジ、その上にマスカルポーネムース、この真ん中のところにあるのがコンフィチュールだね。もうこれを見ただけでホテルのこだわったケーキって感じがします。いや楽しみ、食べてみましょう。んマスカルポーネ大好きなんだよね。なんか赤いからどんな味するんだろうと思ったけど、それはあんま感じないね。赤いからこうちゃんがこうなってたの。ケーキってこういうのよくあるのにね。スポンジがちょっと苦くて上は甘いからどんどん食べれちゃう味です。このドーム型のチョコレートがパリパリしていい感じの食感になる。で、ちょこちょこあるこの上のねフルーツが甘酸っぱかったりして、これもまた味変になっていい感じ。うん、部分部分っていうよりは、うん、食べた時の口の中がうんって感じ。
よいしょ。チックタックダイアンのさ、ケーキ美味しいもの、ね、めっちゃね。めっちゃくちゃ美味しいの。食べたことあります？要予約なんですけど、あのケーキ本当に美味しいの。だからアンバサダーのケーキは本当にうまいんだよね。うん、非常に美味しいでございます。ということで、一人前はすぐに食べちゃいました。もっとだー、もっと食べしろというわけで、ディズニーアンバサダーホテルホームパーティーセットを食べてみたでした。いや、とりあえず美味しかったまだあれだよ、撮影してたからあれだけど、まだケーキも半分、パンもあるし、お肉もあるからね。この後全部食べちゃおう。というのも、こちらのセット口実に食べないといけないんですよ。これはね、ちょっと注意しないとダメですね。じゃあ最後にこのセットの総括をお願いしていいですか？実際に食べてみて一番に思ったのは、ちょっとやっぱり値段が高いかなっていう部分ですかね。やっぱりね、ホテルのグルメをお家で食べれるっていうのはもう本当に拍手なんですけど、やっぱり食べる場所が重要ですよね。そういったところにもお金を払っている部分もあるから、ちょっと高く感じました。なので皆さんがこちらを食べるときは、雰囲気作りも食器もしっかり考えておいた方がいいと思います。そして量についてなんですけど、サイトで見たいものよりは正直ちっちゃく感じました。なのでちょっとお腹いっぱいになるのかなって心配になったんですけど、実際に食べてみると結構量があったかなと思いました。いや、コース料理って一品一品見るとそんな量多くないから、うん、うん。あとちょっと俺が思ったこと言っていい？パーティーセットっていう名前なんですけど、うん、大人のパーティーって感じだったね。いいこと言うね。ちょっとね、うん、料理がちょっと大人向けっていうか、うん、お子様の誕生日パーティー感ではないね、味がね。そうそうそう、そういうこと。なので子供向けに買うってなるとちょっと気をつけた方がいいかもしれません。というわけで以上ですかね。いやでもね、本当に味が美味しかった。これ間違いない、ね、うん、間違いない。ホテルの味って最高ね。あと調理もすっごい簡単だったからね。あ、私ができましたからね。やっぱり緊急事態宣言は明けたものの、気軽にこうね、お誕生日とかお祝いの時にご飯に行けない方も多いと思いますので、ぜひこちらを利用していただいて、素敵な思い出をご自宅で作っていただけたらと思います。というわけで今日の動画は以上です。この動画が良かったなと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おう見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あとツイッター、こちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日、ハッピーになーれ。